てれん。今日は顎に大きなニキビが2つもできて、とっても萎えてるので、マスクして配信します。そう、びっくりするぐらい今顎が荒れてるの。やなっちゃうわ。毎回顎ですねって、ほんとそう、顎ばっかできんのよ。アナちゃん、ほんとに。繊細な顎してんねんなってね。パッチしないとねって。そう、ニキビパッチさ、今日あのお仕事帰りにね、あの寄ったのよ、薬局に。でもそこにはニキビパッチが売ってなくて悲しい。だからないの。誰にそんなに思われてるのって。思われニキビって顎じゃなくない？鼻とかじゃなかったっけ？違う？何だっけ？重い、思われみたいなあったよね。違う？顎じゃないと。え、そうなん？顎が思われてるニキビなの？そうなんや。思われてるのは嬉しいけど、ちょっとやだな。うーん、嬉しいんだけどな。そう、そう、顎ばっかできるのよ。ビタミンを補充しよう。早く治るといいねってね。もうこれやんないじゃん。うん、むーちゃんっていつも肌綺麗やって。綺麗じゃないよ、おにし。ごまかしてるの、頑張って。そう、ねえ、シャミ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 。昔から肌にはコンプレックスがある人間なので、お店は。そう、もうなんだろうね、小学生ぐらいの時までさ、めっちゃチュルチュルやったのに肌。もうあの中学に上がってからもう、お西のお肌はね、なんか変化してっちゃってさ。そうなのよ、これ周りのメンバーとかのさ肌とか見たら、え？みたい思うのよね。そう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 。みんな毛穴がないんですよ。
まあこれはもう生まれ持ったもんだよね。まあいろいろ努力とかはあるだろうけども、努力だけではさ、こう叶わないその肌質というか、いやーマジでね、羨ましい。ね、私も肌トゥルントゥルンになりたいわ。今は何かケアしてるの？あーでもそれこそ病院ぐらいかな、病院でもらったやつ使ってるぐらいかね。うん、温泉行こうかってね。確かにサウナとか行って一回発散したいよね。たトマト食べたらいいかもって出た、リコピン、リコピン摂取しなきゃ。でもリコピンってあれなんやろ、ケチャップからの方が取れんやろ、なんかって言わへん。うん、ってなんか聞いたことある。ニキビができやすかった人って私は昔からのお付き合いです、ニキビとは。トマト好きだけどケチャップ嫌いって珍しくない？そのタイプ逆は多いけどね、トマト嫌いやけどケチャップは大好きみたいな人はよくいるけど、逆なんだね、珍しくない？ねえ、いや珍しくないよって、ほんと大西の周りにはいない人だわ。トマトジュースは飲めるって、いや大西は苦手だな、トマトジュースも。うん、トマト好きだけど肌は綺麗になってくれませんって、もうこれ体質よね。何を食べ、まあもちろんねこうさ摂取するものもさ大事やけどさ、基本も生まれ持ったものよね。仕方ないよね、一緒に頑張ろうね。あんたもう ストレスもあるとねって、ストレスないけどな。あ、ムード劇劇のキャラ紹介見たってね。見た、大西エコーやったんやけどしかもなんか多分いい人っぽくない、なんか一言見たら、みんな見てくれたかな、朗読劇エコーのなんか大西の紹介文見たんですけど、知らんかったんって。あ、大西たちはまだ何も聞かされてないから、朗読劇に関して内容も知らなくて、ツイッター見てたら、あれ、え、大西エコーじゃんと思って。他のさみんなのなんかやつとかも読んでんけどさ、みんなは結構ちょっとサイコパスっぽいこととか言ってる。ミリアちゃんの紹介文とかレナチの紹介文ちょっとサイコパスっぽかってさ、大西もそんな感じ来るかなと思ったら、大西いい人そうだった。
いい人そうだったわ、なんか。そう。そう、まさかのエコーだった。なかなか悪い役回ってこやんなって。まあ、あれでいい役なのか悪い役なのか、まだ内容すらもさ何も分かんないからさ何とも言えないけどさ、そう、どんな感じになるかね。いい人は実はやばい人いるからねって、分かんないよね人間性なんて。さっきもなんかテレビでやっててさ、生きている人間が一番怖いっつってテレビでやってた。そう、ほんとそうだよねと思って、ネオンキッズの舞台もそうだったって。あれ見に行きたかったな、ネオンキッズ。結局行けなかった、タイミング合わなくて。そういう内容やって、生きてる人間がいちゃん怖いですみたいな内容やって。ねえ、まあでもそんなもんよね。ヤンキッズ見なかったのか、私そう行けなかったの、タイミング合わなくて。絶対行くって言っててんけどさ、行けなかった。ほんま人生大変やでって。ねえ、人生ほーんとほんと、もうそうよね。結構長くやってたのにねって、1週間やってたよね。そう、いけなかった。見に行った人多いのかな、メンバーも多かったよね、行った人。私メンバーが出てる舞台に行きたいんですよね。全然行けてない。前回のも見てないんでしたけど、前回のも見てない。私メンバーが出てる舞台、何見たんだろう。結構自分がねバタバタこう舞台とかやってたから、ここをね2年ぐらいのやつは行ってないけど、最近では誰の舞台見に行ったって、誰の舞台も見に行ってない大西。最近なんかさ、こう舞台とかで共演した方々の事務所さんとかから声とかをかけてくださるんですよ。あのやってるんですけど見に来ませんかみたいな招待受けたりとかっていうのでもだいぶ前かもね。なんだっけ、大西がいっちゃん最近見に行ったやつ、あれいつやったっけ、教官を見に行ったのではって。そう、教官も出てた野口真央ちゃんと松本ひろやさんって方が出てた舞台が最後かも。あれ何月に行ったっけな、あ、福島のやつ書いて、そう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 、
RH 行ったかな、あれ新宿に見に行ったのが多分最後かもしれない。そう、ヨルハのちょっと後でしょって、いやもっと後やった気する、それ見に行ったのは。うん、そう、少女ヨルハでお世話一緒だった野口真央ちゃんと、からくりサーカスでご一緒だった松本ひろやさんって方が出てて、そう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 、舞台見に行くのが好きですかって、好き、大西は結構好きかもしれない。でもこうさ、共演者の方々が出てる舞台しかこう見に行く機会があんまなくて、こう全くさ知らない舞台っていうかさ、こう全く自分の共演した方が出てるわけでもない、その制作さんとかもご一緒したことないとかっていう舞台は見に行く機会がこう回ってこないというか、だから自分感激が好きなのかって言われたら分かんないんだけど、行ってみたいなとも思うけど、見に行く機会はあんまないかもね。そう、きっかけ的にね、この俳優さんの演技を見てみたいとかさ、こういう物語が好きだから見てみたいとかっていうものがあればね、多分見に行くきっかけにはなるんだろうけど、行くならどういうの見に行きたいって、何見に行きたいんだろうな。何見に行きたいんだろう。盾すごいやつ。どうなんだろう。なんか結局おいしい映画とかさ、ドラマとかもさ一切見えへんからさ、多分自分が舞台出てなかったら多分舞台見に行くこと多分ないってぐらいの人間ではあるのよ。見に行くのは好きなんだけど、うん、2.5 次元はって、うん、それは好きなのかって。確かに感激自体は別に好きではないかもね。ただご共演した方とかが出てる舞台とかを見に行くのは好き、なんかそれはそれですごい、うん、学べるものがある、いっぱい、うん、だから好きではあるけど、うん、作品から興味が持てないとなって、確かにそれはあるかも、うん、例えばさ「ポケモンの舞台やります」とかやったら行くと思う。ポケモン出てきますみたいな「行きます」ってなるけど、あれもめっちゃ見に行きたかった、「千と千尋」、あれも行けなかったけど。ポケモンの舞台ないのかな。そう。ねえ、でも確かにね。舞台を見るきっかけって微妙よなってね、なんだろう、そうなのよね。うん、そうなのよね。
難しいよな。きっかけか。舞台はハマると沼ですよって。それは思う。やっぱり最初は出演者目当てだったな。やっぱり出演者目当てからってそうなるよね。多分自分のさ好きな俳優さんとかがさ出てるから見に行こうっていうのがさ結構一番なんだろうきっかけになりやすいよね多分。それかもうその原作が好きでとか。ってなるよね。でも行ったら行ったでねめっちゃ楽しいから舞台ってね、うん、一回誰も知らない共演したことない方が出てる舞台一回見に行ってみたい。あれ一回見に行ってみたい。刀剣乱舞知ってる？名前めっちゃ名前だけさ音社すごい知ってて、そう全然詳しくないんだけどさ、ただすごい人気だよね。アニメ？あれはアニメなのかね？ゲーム？人気あるよね。刀剣乱舞出たいって思ってた時あったけど、あれはでも男性ばっかり出てるんだよね多分。あ、もともとゲームやって。そうなの。ダメかな。ダメかな。そう、刀剣乱舞出たいって。あ、でも多分男性ばっかりだ。そうなの。髪の毛切ったら出してくれないかな。そんな甘い世界じゃないよ。すいません本当に。でもなんかそういうさ、なんだろう、見に行ってみたいなと思う。オール女性キャストも面白いかもね。刀剣乱舞どうですかね。いやでもやっぱりさ舞台ってさ、この舞台の現場とかでさお話ししてるとさ、やっぱりこうなんだろう、男性が主みたいなところがあるからねって大人の方とかにもよく言われてて、そう、うん、確かにそうよなって。音詞はさ、あの女性キャストのみでさなんかやる舞台とかも何回か出させてもらってるけど、そうっていう話はなんか聞いたことある。夜は男性版もあるねって。夜はもともと男性だからね。もともと男性っていうのもおかしい。うん、もともと女の子やったっけ最初。でも男の子も夜はいっぱいあるよね。うん、舞台行くお客さんは女性中心だからって。あ、そうそうそうなのよね。その話も大人の方に聞いたわ。そうなのよ。
なんかさ、急に話変わんねんけどさ、なんかあばらめっちゃ痛くてさこれどうしたん、大西え、うん、な、いや、なんもしてないのよ。なんか不意に今日、あれ、なんか痛くない？めっちゃってなって、え、めっちゃ痛いんだけどどっかにぶつけたって、ぶつけてないの。あばらがさ、後ろらへん、前ではない、なんか後ろらへんがさ、めっちゃ痛くてさ、ふぅ明日なったら治ってるかな、これ。うん、息すると痛いって、いや、うん、痛くないこの腕をちょっと後ろにやるとね、ふって息が止まっちゃう痛いやだね、これ明日も治んなかったら病院行こう。痛い、うん、なんかこうちょっと前傾姿勢になってると楽だからあれなんだけど、あら、な、でも何もしてないのよ、大西。昨日なんかしたって、昨日は痛くなかったのよ。今日お昼とか夕方ぐらいからあれ、痛ってなったの。最近いつもと違う動きしたって。今日いくら丼食べたそんぐらい、うん、それマジか。痛くなってから食べたけどな、いくら丼。いくら丼マジで美味しかった。まだまだあるの、もう痛風になっちゃう嬉しい嬉しい、痛風は嫌だけど、もう本当に嬉しい。美味しかったって、いや、めっちゃ美味しい、マジで。そう、めっちゃ美味しかった。僕の分はあって、まだ冷蔵庫にあるけど絶対あげないすまんが、すまんが、ちょっとね、あれはもう私のものです。ケチやのうて言うとけ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 、何を言おうが、あのいくらは私のものでございますぜひ買って食べてみてください。めっちゃ美味しい北海道すごい。いいことはみんなで共有した方があって、確かにみんな北海道のイクラを買って食べてみよう美味しすぎて、なんかさ、醤油とかかけた方がええんかなと思っててさ、醤油もスタンバイしててんけどさ、もう味が濃くて、めっちゃいくら高いもんって。そうなのよ、なんかスーパーとかで売ってるさ、いくらってさ、なんかこんぐらいのさ、ちっちゃいパックに入っててさ、なんか1000円ぐらいせえへん、900何本とか1000円とか、めっちゃ高いよね。もうあんな贅沢、もうちょっと、でも早く食べやない、傷んじゃうからさ、
多分ね、ラーメンに食べようとは思うんだけど、もう本当に今日贅沢すぎて、まだまだあるの、どうしよう、朝昼晩いくら丼できちゃうよ、本当に。そう、いやでもマジで本当に贅沢な今日夜ご飯でした。だってさ、何だっけ、なんか東京とかでさカニ食べるとすれば、私カニ道楽去年やったかな行ったんやけどさ、スタッフさんと、そう、こうなんかセットっていうか、なんかコースというか、なんかなんちゃらセットみたいなのがあって、でそれがね多分7000円8000円ぐらいしたのよ。そう、でまあそのコース分っていうかセット分のカニが出てくるって感じやってんけどさ、北海道のさカニってさ多分もっと安いでしょ、あの一匹で。なんか一回調べたことあんねんな。そう、なんか一匹結構わりかしでかいので3500円とか4000円とか、そう、そんなもんなのよ北海道って。すごくない？北海道で食べるとって意味、なんか北海道で売ってる値段みたいなのが載ってて、それがそんぐらいの値段だったのよ。マジで北海道マジで本当に行きたい。もう本当にこの間のハードを買ったら行けてたのに、北海道、もう北海道、もう自腹で行こうかな北海道。北海道、北海道行きたい。そう、マジで美味しいものを食べたい北海道で。一生美味しいものを食べてたい。そう。めっちゃ寒いけど平気って、あーでも雪降ってる寒さなら大西いいかもしれない。ウニホタテって、うわー、魚介いいよね。うわー今よだれ出てきたわ。もう一回いくら丼食べたろうかな。もう本当にジンギスカンはあって、もうちょっとねジンギスカンちょっと苦手説あるんですよね。そう、一回食べたことあってジンギスカン、そうちょっとね温州はちょっと苦手だったかもしれない。そうでもどうなんだろう、それ東京で食べたから分かんない。そのジンギスカンのさもうめちゃめちゃ有名じゃん北海道って、北海道で食べたら何か変わるかもしれないよね、知らんけど。うん。ウニは好きって、
ウニ苦手なんですけど、でもなんかそれこそ北海道行った時、あのお仕事でお寿司屋さん連れてってもらって、そこでウニ食べたんだっけな、なんか苦手な食べ物がめっちゃ美味しかったんですよね。ウニやった気するけど、ウニか海景か忘れたけど、うん、ロケットの時行って、そうロケットで行った時、そう何やったか忘れたけど、アワビって、私アワビ食べたことない気する、人生で。私生牡蠣食べてみたいのよ最近めっちゃ。そう美味しそう、生牡蠣チュルンって食べたことない。牡蠣フライとかならあるんだけど、生牡蠣食べたことなくて、お腹下してでも食べたいって。そんな美味しいの生牡蠣って。今が旬やでって、あ、そうなんや、寒い時期旬なんだ。当たって高熱になりました。熱出んの？それはえぐいな。そっかそっか。それなんかね、そう当たるってよく言うじゃない、生ガキって。なんか職業的に食べていいのって、ダメなの？アイドルしてたら生ガキ食べちゃダメなの？食べてるメンバーいるよ。体調崩しちゃうからってこと？アイドルな、生が禁止なんだ、知らなかった。生ガキ禁止ルールがありました。生ガキ禁止ルール条例。マジか。食べてみたいけどな。食べてみたいけどな。そう。生ガキはワインより日本酒で食べると最高らしいって、絶対合うと思う。いや生ガキは食べたことないから分かんないけどさ、絶対合うよね。ねえ、わあ食べてみたい、絶対美味しい。日本酒は詳しくなってきたからね。もうね、1年エッセイ書き始めて1年経つからね、昔よりかはちょっとずつね。でもまだまだ分かんないことだらけだから。いやー今はユッケすら食べられなくなったからなーって。確かにユッケもね、私ユッケ好きなんだけどな、やっぱ生はね、ちょっと危険なのかね。七瀬と居酒屋で食べようってね、七ちゃんのあれ YouTube 呼んでほしい。お酒飲んで、
くら寿司で前なんか飲んでたよね。くら寿司でお酒飲んだことあんまないな。美味しい。七瀬ちゃんの YouTube いいよね。でね、蔵飲みしてた。うわー、普通にお寿司食べたくなってきた。鳥取では美味しいもの食べなかったのって。カニをちょっとだけ食べた。あの、こんぐらいこんぐらい食べたカニこんぐらいと柿食べた。欧州柿じゃないわ、梨食べた。欧州梨やったかな。そうそう、欧州梨をね後々送ってくださって、鳥取県さんから。そう、梨剥いて食べたんだこの前。めっちゃ美味しかった。あの、鳥取って言ったらさ、あの、何だっけ、百世紀梨、あ、20世紀だし間違えた100か10かで迷ったけど、どっちも違かった。あの、20世紀なしのさ、美味しい梨もあるんですけど、そう、欧州梨は初めて食べて、なんかね、20世紀梨の方がさっぱりしてて、欧州梨の方が甘み強かった気がする。めっちゃ美味しかった。すぐ食べちゃった。てかめっちゃでかかったのよ、マジで。こんぐらい、もう一緒に帰るでっかいってなってて、そう、食べちゃった。美味しかった。どっちのが好みだったって。え、どっちも好きだけど、私は欧州梨かな。どっちも好きなんだけどね。そう100世紀じゃなかった。うん、梨は美味しいからねってね。梨美味しいよね。めっちゃ果物の中で1位2位を争うぐらい好き。食べ物の話してたらなんかお腹空いてきた。ちょっとさっさとお風呂入って、ちょっと遊ぶの。明日早いんだ、大西。明日も早いので、じゃあそろそろお風呂に入っていきたいと思いますので、ランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位、ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がカンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がさとちアットマーク大西くんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が MM ルールズアットマークギフヌールと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が、SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト、あ、まだラストちゃう方は、12位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がつばささん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。
皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。おやす、バイバイ。ありがとうございました。